様です。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、今週も1週間終わりました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、今日お客さんからすごい、うん、近未来的な情報をいただきました。おう、何ですか？何でしょう？なんか私が今使ってる携帯が、うん、オッポっていう携帯なんですけど、うん、あ？オッポ。オッポ。オッポ。ポ。ポ。パピプペポ。そう、オッポ。オッポ。うん、っていう携帯なんですけど。初めて聞いた。うん、指原さんが宣伝してるんですよ。なんですって、うん、なんだけど、うん、ここの携帯のメーカーさんから、うん、どうやら来年あたりに、うん、あのメガネに取り付ける、うん、装着する、うん、なんか携帯と連動したなんていうんですか、いうの、うん、ドラゴンボールのこういうパワーがわかるみたいな、スカウター、あ、スカウター、うん、っていうの、ドラゴンボールだと、うん、なんかそういう系の、うん、携帯と連動してるやつが出るらしいっていうのをその人が言っていて、だからほら Apple Watch とか皆さんしてるとさ、 LINE が来たり電話が来たりするとここでわかるじゃないですか。それがここでわかるの？ここでわかるらしい。鬱陶しいじゃん。え？どうなの？これスカウターみたいになってるでしょ？らしい。じゃあこうつけるわけでしょ？メガネに取り付けるんだってよ。で、例えば LINE とか来たらこうピコーンってここになるの？あ、鬱陶しいな。すごいね。そう。どういうこと？別にここで知らせてくれなくたっていいじゃん。ね。どういうこと？どういう風になるの？それは。わからない。その人も詳しくはわからないって言ってました。その何ができるんだろうね。何ができるんだろうね。機能としてね。まあそこは気になりますね。そう。僕シンプルにさ、それ今聞いた時に、まあ最近あのいわゆるそのメガネにカメラがついてるみたいなのとか、うんうん、結構あったりして、うん、でちょっと前に僕それっぽいやつなんかネットで出てきてさ、ちょっと一瞬興味が、うん、っていうのは。うん、僕らほら美容師さんやってて、よくそのお勉強の動画とか作るときにね、こう切ってる人の目線で撮れたらっていう絵が欲しいなと思ってさ、あ、なんかもうここにカメラついててね、これまさに見たまんまでさ、あ、いいなと思ったんだけど、なんかやっぱ全然ね画質も悪くて、なんかもうおもちゃみたいな感じだったの。なるほど。ただまあ最近その手のやつもあるからさ、例えばそれでね、で携帯と連動してさ、もう携帯がモニターになってさ、うん、ね、うん、画像チェックできてさ、うん、でこう自分がこうやって見てるのがここにこうやって映ってさ、うん、とかだったら ね、まあまあ面白いけどさ、うん、こんなところに LINE ピコーンなんて来られたってさ、うん、っとしいなみたいなさ、いや、そう、なんか何ができるんかね。そう、それはね、まだよくわからないくて、なんか、そうそうそう、ドラゴンボールの世界がやってくるのかなっていう気がしますね。じゃあこうやって伊藤さんペペって見たらさ、こうピピピピピピピ、性格悪さ80とか。いや、そういう感じじゃないと思う。連動してないね。うん、そんなのがあるんだ。らしい。まあもうちょっとなんかあの、なんていうの、その機能的なね、情報がないとさ。いや、ちょっとこれから調べてみたいと思います。ちょっとそれ調べてみてよ。はい。ね、でね、僕はね、最近ね、あの、まあ、ちょっと前にね買って読んでたんだけど、うん、このハラリさん、ハラリさん、ハラリさん、この人はね、うん、いわゆるあの人類学者さんっていうのかな、はい、人類学者さん、うん、あ、この人はね、うん、歴史学者さん、歴史学者さん、うん、哲学者でもあるね、うん、で、まああの一番有名なのは、まあ、ここにも書いてあるんだけど、サピエンス全史っていうね、うん、まあ、サピエンスって、まあ、僕らもホモサピエンスなんだけど、うん、まあ、その人類の本当に起源から、うん、まあ、今日に至るまでの、うん、まあ、そのね、サピエンスという、うん、その生き物の、うん、歴史みたいなね、まあ、そういうのがすごいヒットしていて、で、それをその歴史を通してね、こう人間がどういうものなのかとかさ、うん、まあ、いろんなこと書いて、で、俺が今これ読んでるこれはさ、はい、まあ、こう現在、うん、ね、そんな歴史学者さん、ハラリさんから見た、が考える現在のね、いろんなこう、例えば、雇用、ね、今の雇用の問題とか、自由とはとか、平等とはとか、まあ、いろんなテーマに対してこう、ハラリさんがお答えしてる本なんだけど、まあ、すごく、まあ、なんて言うんだろうな、今まさにちょっと結構大事な話とかも結構書いてあってさ、で、まあ、であの YouTube とか見るとそのハラリさんの動画なんてのも結構あって、まあ、インタビュー動画とかそのハラリさんがこう外国のね、なんか学生さんからの質問に答えてたりとか、まあ、そういうのもあるんだけどね、なんかすごくためになる話をね、こういっぱいしていてさ、
まあ、僕がいろいろ見た中で読んだ中でこうすごく印象的なのはね、まあ、それだけすごくいろんなことを知ってるハラリさんでもね、じゃあ今後20年後ね、世の中はどうなっていきますかっていう質問に対してはね、うん、I don't know、 わからない、わからない、うん、はいはい、ね、でね、昔はね、例えば農家に生まれたらね、こう桑の使い方を子供に教える、うんうん、ね、それはなぜかといえば20年後も必要だからだと、うん、ね、うん、まあ、いろんなその家柄とか、まあ、国とかいろいろあるんだろうけど、うん、昔はね、ほんの少し前まではね、やっぱその例えば大人や親がね、子供に教えることっていうのはね、それが20年後ももう必要だから、うん、つまり教えるんだけど、うん、まあ、正直ね、こう20年後もうね、世の中がどうなっているのか、うん、仕事がどうなっているのか、うん、ね、こう人間関係がどうなっているのか、うん、もっと言えばもう人種がどうなっているのか、うん、ね、人間がどうなっているのか、うん、ね、今テクノロジーもどんどん進化してきてね、うん、もう20年後なんてね、誰一人予測ができないと、うん、今はまさにそういう時代なんだと、うん、なんかそういう、 こう話もしてたりする中でね、うん、で、まあ、これはすごいこう僕が要約するとすごい誤解を招くかもしれないけど、うん、とある動画ではね、こう宗教とはみたいなこう話もある中で、うん、まあ、その詳しくね、聞きたい人はそのハラリさんで検索してもらってね、うん、このユバル・ノア・ハラリさん、うん、ね、これ検索してもらって見ていただければいいと思うんだけど、うん、まあ、簡単に言うとね、要はもう答えがないんですよ、これからってね、うんうんうん、答えがない世界なんですよ、うん、で、答えがない、要するに今までだったらね、これをこうしとくとこうだよっていうある種の結論とか答えがあったんだけど、うん、もうまさにこれからの時代はね、うん、答えをやっぱり探し求め、うん、自分でその答えをね、うん、なんていうのかな、作っていかなきゃいけないというか、うん、自分でその答えを見つけていかなきゃいけない時代なんだと、はい、で、うん、今まではある種その宗教もね、うん、一つの答えを宗教っていうのは提示してくれてたわけだと、うんうん、まあ、ところがね、いろんなかん、まあ、これ宗教に限らないけどね、人間関係自体がそもそもそうなんだけど、うん、いや、お前の考え方はそうなんでも俺はこうなんだよ、うん、ね、だからお前間違ってるんだとか、うん、ね、要はこっちが正しくてこっちが間違ってるんだ、いや俺が正しくてお前が間違ってるんだみたいな、うん、ね、うん、主張をするとね、はいはいはい、そうすると、いや、要はそのなんか自分の持ってる答え、もしくは自分が教わっているものの答えが正解で、うん、まあ、それ以外はもう不正解だみたいになってしまう、うん、ね、うん、でも今までの世の中だとある程度ね、うん、その誰かが提示した答えで大きく物事が進んでったんだけど、はい、やっぱりこの先はもう本当にね、20年後すら予測もつかない時代になって、うん、ね、そんな中でね、こう闇雲に20年後を信じて、ただなんか誰かから何かを享受されてもね、うん、それが本当にね、20年後に必要なものかどうかさえもわからない、うん、まあ、そういう中ではね、うん、まずやっぱり自分の中でどうしていきたいんだ、うん、どうありたいんだというものと、うん、同時にね、そのお互いがお互いの正解不正解で争う必要はないんだと、うん、やっぱお互いが共感して、うん、あ、お前はそうなのか、で俺はこうなんだ、うん、でお互いで、あ、お前そうなのか、それも悪くないなみたいな、うん、そうやってね、こう交わって、はいはい、ね、いける、でお互いが手を取り合っていけるといいんじゃないかと、うん、だから、まあ、そんな話もしてたりする、うん、すごくためになるね、はいはいはい、まあ、伊藤さんは多分もう絶対読まないだろうね、もう字がこういう細かい、あれ、なんか落ちた、なんか字がすごく細かいね、うん、本ですから、そうですね、まあ、伊藤さんはもうただでさえね、うん、このサピエンス全史とかね、うん、歴史学者、哲学者なんていうね、うん、そういうのでね、まあいいや、じゃあ代表読んでちょっとあのおもろいとこだけ教えてみたいな、多分そういうタイプで、驚くことにこの方、はい、1976年、はい、つまり僕と同い年なんですよ、この方、すごい、すごいよな、だからそういう、お前タメかみたいな、同級生じゃん、同級生やで、うん、マジっすか、お前もよーけ本読んできたなお前みたいなさ、うん、ね、あ、うん、うん、まあちょっとだからさ、参考にしてさ、ちょっと読ませていただこうと思って最近ちょっとこんなの読んでんだけど、うんうんうん、でもね、一見難しそうなんだけど、はい、すごくね、このハラリさんの本ね、うん、面白いんですよ、面白い、うん、分かりやすいというか、はいはい、面白いんですよ、
で今俺が言った話ちょっと意味なんとなくわかるでしょ。はい、なんとなくわかる。もうハラリさんの話ですか。ああ、うん、ハラリさんですか。ね、すごいですね。うん、ぜひね、はいはいはい、興味があったら、うん、ねえ、なべちゃんも。だから俺この、でも俺このサピエンス全史って俺なんか前買って家にあるような気もしないでもないんだけど、あのサピエンス結構こう見えて本買う方なんですよ、うん、本すごい買うよね。ね、うん、で、よし、後で読もうと思って、うん、部屋とか、うんうん、店とか、うん、あれどっちに置いたっけなとか、ちょっと分からなくなってしまってね、うんうん、でたまにあの同じ本になんかまた買っちゃったりね実はなんかあったみたいなさ、うん、はいはいはい、でまあでも今これちょっと面白いですよ、はいはい、うん、ぜひちょっとおすすめ、このおすすめ、うん、なんか本読みたいなって思ってる人がいたら、うんうん、このハラリさんのね、うん、シリーズちょっとおすすめでございます、うん、なるほど、うん、でね、はあ、まあちょっとそんななんかなんとなくいい話した後になんなんだけど、はい、まあ、今日は朝からね、はい、新潟は雪が降ってね、はい、まあ、朝から雪かきしたりさ、はい、ね、さっぷくてね、寒かったね、にもかかわらずさ、うん、お客様が、ね、たくさん来ていただいてさ、うん、まあ、本当ありがたいなと思うんだけどさ、うん、でそんな中で僕は今日ね、はい、夕方の5時から、はい、小1時間、はい、上杉翔さんのトークライブ配信だったんですよ。ちょっとサロンワークしながら、はい、あのちょいこう合間合間でこう見たんだけどね、うん、いやこれね、うん、ちょっと僕ね、うん、泣きそうです。泣きそう。いやこれだから本当まだ、ね、ネタバレになっちゃいけないし、うん、まあ、うん、細かい情報解禁はね2月4日、うん、ね、これ前も言いました、はい、2月4日僕にとってのダブルアニバーサリー、そうです ね、上杉翔の情報解禁プラス、うん、僕の誕生日、うん、このダブルアニバーサリーですから、うん、ね、まあ、その日まではちょっとね詳細とか細かいことは語れないんで、うん、今日の一応トークライブの内容もね、うん、語るわけにはいかないんですけど、うん、まあその今日トークライブの中で、うん、2曲、うん、曲紹介があったんですよ、うんうんうん、ね、うん、もうちょっとね、うん、はいありがとうございます。衝撃的な感じですか。もういやもうまあはい、ありがとうございます。あ、もうこれ以上ありがとうございました、はいはい、そういうこと、もう、うん、もうほんとね、うんうん、でまあいろんなまた追加情報、まあこの追加情報に関してはおそらくね、うん、もうホームページに出てるかな、わかんないけど、うん、まあ、これはもう随時というか、あ、更新、うん、次の企画とかね、はいはいはい、うん、上杉さんの次のイベントの企画とかの発表もあって、うん、それはもう多分もうすぐ公式に出ると思うんで、うん、まあそれは全然ネタバレも何もないと思うんでね、うんうんうん、もうとにかくね今日のトーク配信を聞いててね、はい、まあ、我々は1月の終わりにね、うん、トークライブとライブがあるわけですけど、うんうん、もうとにかくその日の楽しみ感がもうフルマックスですね今、うん、そんなすごい何かがあるわけですね。もうフルマックスになりました。ほうほう、もう早く、ライブが聞きたい、うん、早く CD が聞きたい、うん、っていうね、はいはい、もう楽しみが倍増しすぎて、うん、なんかもうちょっとへが出そうみたいなさちょっともうバーってもうやばいどうしようみたいな、うん、興奮しすぎちゃって、うん、やだ、いやもう今日は本当ね、もう本当興奮しました僕。へえ、はい、もうあでこう言いたいこといっぱいあるんですよ今俺、うん、実は、まあ、ダメ、言いたいこといっぱいあるんですけど、だからもうそれは情報解禁、そう、ダブルアニバーサリー、はいはい、2月4日上杉翔情報解禁日プラス僕の誕生日っていうね、はいはいはい、このダブルアニバーサリーデーを待ってね、その日までは言えないんで、はい、まあ、今はねこうものすごい言いたいこといっぱいあるんですけど、はい、まあちょっと今抑えておきますよそうだね、うん、その日まででね、はい、今日のそのトークライブ配信の中で、うん、もう人気コーナーでね、うん、上杉翔にお悩み相談質問とかあるんですよ、はいはいはい、で会場にいらっしゃる方たちの分と、うん、あとはその我々ねウェブで参加してるメンバーの、うん、分とやるんですけどね、はいはい、ここ僕ね、はい、もうほんとうっかりしてて、今回質問送ろうと思ってたんですよ、はいはい、で確か締め切りがね10時ぐらいだったんです夜の。ああ、はいはいはい、うん、で1回はちょっとこう打ち込んだんですよ、うん、なんかちょっと
とあれかなと思って、まあでも時間あるなと思って、うん、まあもうちょっと後にしようかと思ってたら、うん、ちょっとその後バタバタ忙しくなって、うん、過ぎちゃった。もうね時間が過ぎちゃってね、結局今回ね僕質問送れなくてね、あららら、あらら、うん、まああの新潟のね柴田で、トークライブがあるのでね1月に、うんうんうん、でその時はまあ会場に当然行くんで、うん、まあそこでこう質問こう書き込んだりとか、うん、こうできるみたいなんで、うんうん、まあその時はまたねあのしようと思いますけど、はいはい、まあ今回も本当はねちょっと質問しようかなと思って、うんたんですけど、まあちょっとうっかり忘れててね、まあそれにしたってもう今日のトークライブ配信でね、うん、もうテンションマックスですよ。もうどうしよう、うん、抑えられない抑えられない。もうあと早くアーカイブがね、うん、うん、アーカイブがちょっといつから見れるのかね、うんうん、もうトークライブはもう終わってますから、うん、あの何時間後ぐらいからこうね、うん、こう見れるのかちょっとわからないですけど、うんうんうん、もうちょっとこのアーカイブでね、うん、またもうちょっともう一度もう一回見るぞっていうね、 それぐらいのもう大興奮、はあ、うん、もうちょっと勢い余って喋っちゃいそうだから、もう今日はもうこの辺でやめてやめて、うん、やめておくっていう感じなんですよ。だから今日はねもう朝から、うん、はい、まあ、雪は降るわ、雪かきするわ、伊藤さんはスコップ壊すわ、そう割れちゃった、ね、あのでお客さんはたくさん来ていただいててね、はい、おしそのサロンワークはこう、まあ、バッタバッタするわ、うん、で夕方からその上杉さんのトークライブ配信聞いて、うん、もうなんか鼻水止まらなくなるぐらい興奮するわ、うん、でその後8時半から、うん、僕のお師匠さんのね、うん、ニコ動でのライブカットをね、はい、また見て勉強になって、まあ、そこでもまた相変わらずすげえなっていう仕事を見せてもらって興奮するわ、うん、ちょっともう今僕ね今日動悸息切れが激しいですよ。やばいですね。やばい、ちょっと今こう喋り疲れたところでございます。動悸息切れっていうね、うん、そういう感じなんですよ、はい。ほら気をつけてね、興奮したままで運転してさ、うん、つるっと滑ると大変だから。そうそう、もう夜また冷えてきてね、凍ってますからね、うんうん、で、うん、まあ明日明後日、お店の定休日をいただきまして、はい、水曜日からまたサロンワークなんでございますが、はい、なんと、我々はですね、はい、この2連休明けはですね、はい、31日まで、はい、休みなしのノンストップ営業、はい、させていただきます、ね、なぜかちょっと俺もよくわからないんだけど、うん、なぜかあの年末の最終月曜日は営業日っていうね、そうですね、なんかこれ毎年こう、ね、まあなんかもうなんかいつの間にかというか、もう僕はもう物心ついた時からというかもう慣例になってまして、うんうん、もう最後一週ちょいはね、うん、我々はもうあの休みなしで、はい、っていうことでね、はい、まあ年末ということで、うん、まあ例えば帰省して帰ってこられる方とか、うんうん、まあ遠方に行ってた方でね久しぶりに来ていただける方とかいるっていうのもあって、おそらくまあその最後の月曜日はね、うん、営業しましょうっていうこう習わしなのかな、うん、うん、まあそれをなんでそんな嫌そうなの、いやいや嫌そうなの、言ってないよ、うん、そうだと思う。お客さん来た時ばっかりなんか、よく来てくれましたなんて嘘ばっかついてる。何だそうだよ、うん、まあだからねこの2連休明けはねもう1週間、うん、で僕らの業界はもう31日まで、まあ、僕らの業界というかうちのお店はね、うん、うちのお店はもう31日までやりますから、はい、でまあ、31日はちょっと早めに、ね、うん、3時ぐらいで、クローズするんですけど、うん、まあ、一応ね31日までやって、うん、で、大晦日三が日、うん、ね、過ごして、はい、でただ今年はまた今年か来年か、うん、カレンダーの都合でね、うん、1、2、3、まあお正月休みいただいて、うん、で4が、はい、もともと定休日に重なっていて、はい、ってことで伊藤さんがもうそれはだから定休日重なってんだから休むっきゃねえだろってことで、まあ今年は 1、2、3、4休んで、はい、まあ5日か来年か5日から、うん、ね、仕事始めと、は
いう、まあ、スケジュールになってるんですよね。はい、うん、なので、まあ、この2日間、はい、お休みをいただいた後はですね、うん、31日まで、はい、もうノンストップで営業で、うん、もう頑張ってね、元気よくね、元気よく営業するぞと、ね、うん、いうふうに思ってるわけでございますけどね、はい、まあ、この2日間の連休、うん、なんかご予定はあるんですか？ある、あるんですか、伊藤さん、うん、何ですか？事務仕事。それね、予定っていうのかな、まあ、約束してある やらんきゃいけんことではあるけど、そ、ね、そのご予定っていうのはそういうこと聞いてるんじゃないんだよね。じゃあない、ない、ない、うん、渡辺さんは何かあるんですか？いや、僕もそんな大きな予定はないですけど、うん、まあ、今回うち明日、まあ、月曜日の夜なんで、こうちょっと子供にへのクリスマス会みたいのを一応まあやろうかなっていう今、うん、思っておりまして、はい、まあ、まあ全然具体的なあれはできてないですけど、うん、一応明日それはやる予定でございます。あ、はい、なるほど、楽しんで、楽しんで、ね、ちょっと早いんですけど、うん、楽しんでください、はい、代表は僕はもうね、火曜日はもう朝一から、うん、今僕お塩さんのちょっとあるプロジェクトをちょっとお手伝いさせてもらってるんで、うんうん、それ火曜日はまた朝一からそれがあるので、うんうん、であとはそれに伴っていろんなそのなんていうんですかね、データとか、うん、まあ、写真とか、うん、いろいろ僕の方もね、いろいろ準備しなきゃいけないものがあるんで、うん、まあ、この2日間はもうそれのなんていうんですかね、取り組みという、まあ、もう写真1枚ね、うん、もうデータがすごいんで、うんうん、まあ、その圧倒的なデータ量の中から、うん、その求められているその素材を探すっていうのもね、うん、これだけでね、まあ、なかなかの作業量なんで、うん、まあ、この2日間はちょっとそれをやって、うん、って感じでしょうかね。なるほどね、うん、いや、もう代表のそれをやった時 の目の疲れ感が、うん、いや相当なんだろうなっていう、うん、僕今もちょっと若干そうなんですけどはい、はい、もうなんていうんですかね、だから僕でも逆に世の中のね、うん、デスクワーク業の方たちとか改めて尊敬する、わかる、すごい、本当そうだと思う、尊敬する。俺だから今そのね、うん、お塩さんのお手伝いで、うん、まあ、パソコンでもう写真いっぱいこう整理したり、うん、ね、こうハードディスク挿してまたデータ整理っていうかデータ見返したりとかで、うん、まあ、パソコンをこう触ってる時間長いわけだ、うん、まあ、もちろん動画作ったりする時もまあパソコンやるんだよね、はいはい、で、まあ、でも見てるのはどっちかというと絵なんですよ、うんうんうん、ね、うん、でもね、うん、もうなんか今もそうなんですけど、うん、なんていうんですか、カラッカラなんです目が。わかる、うん、ドライアイ、ドライアイ、うん、もう目がカラッカラになっててね、うん、だから僕今あんまり瞬きしてないですよ、うん、だから瞬きするとねなんかシパッシパになりそうだね、痛いよね。そうだから今僕あんまり瞬きしてないんですけど、本当ねここ2年ぐらいでねだいぶ目悪くなったね、うん、いや、うん、そう思う行動がある、うんうん、だいぶ目も悪くなったし、目も悪くなった、こうやってガッと見るからここのシワも深くなったよ、ね、うん、誰、僕、うん、あ、そう、それ昔からでも言うじゃん。いや、あんた、私が言うのはここ。あんた、あんた、あんた、まあまあ、でもね、うん、まあいいんです。まあとにかくね、うん、もうまあ慣れないことなわけです。僕らからしたらもうその、うん、そうですね、長時間パソコンの前にいるっていうのはね、うんうん、まあだからそれは疲労度もありますけど、うん、まあそれはほら、心地よい疲労感ですから。うん、まあ、頑張ります。目は、まあ目はカラッカラになってますけど、うん、そういいんですよ。頑張りますから。うんうん、ね、頑張れ、うん、だからこの2日間は僕はそういうのやって、はい、また水曜日からねお仕事させていただいてっていう感じでさ、うんうん、ただまあやっぱりこう今日もね雪降ったから天気ですよ。いや、そこ心配ですよね、ちょっと心配というか怖いのは、うん、まあ、今日ぐらいでもね、はい、やっぱ雪かき一つするとね、うん、まあまあ大変なんですよ。大変だった ね、うん、まあ、で伊藤さんスコップぶっ壊すしだからね、これ以上また降られるとまた大変だなっていうのがあって、うん、ちょっと今その辺が心配ですけど、ありますね、まあ、これはもうしょうがないんでね、うん、っていうところでね、はい、まあ本当にもういよいよ年末が近づいてまいりましたっていうね雰囲気が出てきて、まあ、これでまたクリスマスなんかを通り過ぎるとね、あっという間に年末ムードになってくると思うんですけどね、
まあいろいろありました今年も。そうですね、いろんなことが、ね、あったと思いますけど、まあもうね、あとはもう無事に、はい、大晦日を迎えられるように。もうね、休みの日とかほら浮かれてね、事故怪我ないように君たち ね、困りますよ。ね、気をつけてくださいよ、はい、で渡辺さん特にね、気が抜けるとね、また鼻水垂らし始めたりね。いや、それも気をつけない。それすごい怖いんでね、はい、気をつけていただきたいんで ね、頼みますよ、はい、ということでね、はい、まあ明日明後日お休みいただきますので、次にお会いするのは水曜日ということになると思います、それではまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。